皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢だよ。皆さんこんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今日はこの前、ウニをさばいたから、そのウニで料理を作るんだってな。この前のおっさんの華麗なウニさばきは、下の概要欄にリンクを貼っておくからぜひ見てみてね。うん、あれはすごい動画だから見ておくべきだな。うん、それではそろそろ始めようか。それじゃあゆっくりしていってね。今日はウニで何を作るんだ？バジル風味のトマトとウニの冷たいパスタを作るんだって。名前が長いな。マリサは黙ってて。材料はこちらです。これはこの間、おっさんがさばいたウニだな。うん、そうだね。このウニの半分を最後に飾るから、取り分けているんだよ。料理ってほとんどが準備が重要だもんな。半分取り分けてないじゃん。私だって間違えることあるわよ。次は何をするんだ？ハーブをみじん切りカッターに入れて細かくするのよ。このみじん切りカッターは100円ショップで買ったっておっさんが言ってたぞ。え、そうなの？知らなかったわ。マリサは、おっさんの動画の実況を何回かしているから、裏のおっさんにも詳しいぜ。裏のおっさんとか、ウケるわ。高速みじん切りしてるな。おっさん張り切ってるな。めっちゃ早いけどちゃんとみじん切りになってるね。次はトマトの皮を茹で、湯むきするんだって。やっぱり高級ウニを使うからトマトも丁寧に調理するのかしらね。きっとそうだろうな。トマトに熱が通ったら、スルスル皮を剥いていくよ。おっさん、一瞬包丁のチート使おうとしたな、見逃さないぜ。皮を剥いたらカットしていきます。カットしたら中の種を取り除きます。種を取り除いたらさらに細切りにしていきます。その後さらに細かく切るんだよな。そうそう、フォローありがとう。トマトには随分時間がかかったな。ウニはいつなんだ？マリサは黙ってて。やっとウニが出てきたぜ。ボウルにウニとドレッシングを入れてよく混ぜ合わせます。ウニドレッシングうまそうだな。ここで、みじん切りにしたバジルを入れて、さらに混ぜるんだよ。バジルの香りがして美味しそうだぜ。トマトも入れちゃいます。手間暇かけたトマトが登場したぜ。ここで白胡椒を振りかけるよ。白胡椒なんて初めて見るな。実は私も。おっさん以外に隠れアイテム持ってるからな。知らんけど。知らんのかい。
ソースもできたし、あとは細麺パスタを茹でるだけだな。茹で終わったら、ザルにあげて、湯切りをしてね。これはウニソースだな。うん、ウニソースにパスタを入れて、絡めていくんだよ。絡めたら、お皿に盛り付けて、取り分けておいた、ウニを飾って、バジルの葉を乗せたら、完成です。美味しそうだな。自分でさばいたウニで、こんなに豪華に作れちゃうんだな。うん、ウニってところがすごいよね、コスパも最高よね。皆さんもよかったら試してみてくださいね。それでは次の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。今後の励みになりますので、コメントやチャンネル登録兼グッドボタンをよろしくお願いいたします。